前回のあらすじ、これマジでこれやばいだろ。そして物語は続いていく。やばすぎるマジで。これあれを超えてもまだここがこれがあるからな。どうしよう、どうするべき。まあ、とりあえずまあ考えよう、考えながらやっていこう。まだいいけどさ、途中まではいいけどさ、やっぱあれなんじゃないの、緑の夢使った方がいいんじゃない。緑の夢があるじゃなくて、一回死んでもまた回復するっていう、なんかまた復活できるっていう、なんかそういうあれだからな。それどうすればいいんだって。ててボスラッシュですよ、伝説のボスラッシュが来るわけや。まあ、パワーシールか、まあ、パワーシールだな、まあ、まあいいや、とりあえずまだいいや。まあ、しばらく楽なんでね、これそんな強くない。むしろカットでもいいんじゃないかってくらいラボス戦をカット、まあそれは悪くないんじゃないのか。ブレイクダウン、お前何なの一体。ヘッケラン癒し空間、曲が変わる。助けてくれ、助けてください、ハッシュさん、お願いしますよ。俺はとてつもない危機に見舞われているのです。どうにかしてください。ここはもう一発で決めよう。まあこれでいけるでしょう。反作用も強いな。てかオメガフレアがめっちゃ強かったな。オメガフレアか、オメガフレアで一気にまあバチンとやる、まあ、そういうあれもあるけど、あでもこの二人もいいな。あこの技いいな、4000か。二人で4000結構でかくない？割とでかいよねと思うんですけど、私は2人で4000ならまあありなんじゃないので、残りの1人がまあもうずっとラストエレクサー使うみたいな永久的にラストエレクサーを使う。やばいぞ、ラストエレクサーが足りんよ。しかも黒の夢も激発してしまったから。あと何かあるの、ラストエレクサー10個か、まあ10個あればまあ10個あればいけるか、まあいけそうな気はしなくないけど微妙よね。曲はなんかずっとループしてんだ、なんか途中でなんかあのテーマが鳴る気がしたけど、未来のドンのテーマがなんか流れたような気がするんだよね。いやちょっとこれ考えなきゃだな、誰が一番必要かっていうの。いやマールは必要だべ、マールは必要だな。で体力多いやつ、物理防御が高いやつって言ったら、まあ、ロボあたりか。ロボも重要よね。なんなんだよ、首が飛んだぞロボスの首が飛んだ面白すぎだよ、面白すぎか、お前は。マルカは結構有力候補だな。これで一気に攻めるというあれがあるな、攻めることができるというか。魔王は無理だろって言ったら魔王が出てきたわ、と言ったら魔王が出てきましたね。魔王でやると思ったけどいいよ、魔王 VS 魔王ってのが面白いと思ったけど、別にいいよ、だってお前は魔王じゃないからな。バリアチェンジ、ファイヤー、バレードやってきやがってや、ヘルカイザー。まあ変えるか、変えるかな。そしたら今度攻撃ができないんだよね。エーラー回るか、変える。その3に結構有力だな、割と全然食らわねえな。よし、そうね、ロボも結構高いんだけどな、個人的には。クロノも正直厳しいべ、厳しいと思うよね、クロノも。残念だけど全然食らわねえな、じゃあもうやろう。
これで終わらせるぞ。お、やばいか。これで黒野がやられても、まあ、やられたし、ね、大丈夫か。おお、全然強くなったんだね俺たちは。そういうことですよこれは、という証ですね我々の。あ、じゃあ一、あ、これ技覚えるのかな、これって。一応ロボ入れとくか。ディディディンディディンディディディン、誰にする。まあいいでしょう。あ、違うか。どうしまで、なんだっけ、この3人で行くわ。ただこの3人じゃなかった、あの3人技覚えるの。まだ覚えてないのか。アイスタックル、アイスタックル行く。またこの後でシャイニングを使うとはな。シャイニングはもっとなんかドラマチックな、ドラマティックなところで俺はやろうと思ったのに。黒野が覚醒してよ、俺が全員守るぜみたいな、そういうノリでなんかそういうところでやろうと思ったのに。そうもいきませんね。実際そんなもんでしょ、現実なんて。アイスガーソード何する。じゃあアイスガーソード行こう。今クライシスアームなんだよなロボが。今3だから903の1の桁が、ん、あ、まだあれか、やっちまったわ。あんま食らねえんだよな。でこれまあ試しやってみるか、どのくらい食らうのか。2人技の場合なるとこ、まあ結構いいダメージじゃん。ダメージを叩き出しておる。ディ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 、ラオスが吠えている。吠えるのかな。あいつのアイスタックル結構強いな。ロボめちゃくちゃな、すごい目に合わされてるな。あ、これ強いな。でも反作用ボム、反作用ボムでかいな。多分反作用ボム3回あれば、多分3回あればね勝てるんだよおそらくは。その3回その3回をどうやったらできるのかっていうのが、そこをどうやってしのいでいくのかっていう、そこは問題なんだよな。スーパー力、キーパーレーズ起きた。キーパーレーズ必要じゃねえか、この3人でいく。このステー、ちょっと待ってくれよ、セーブさせてくれよ本当に。あ、なくなってる。まさかプロテクト、あ、これ今度回収しに行かないとな。この戦い終わったら回収しに行かないと、じゃないと俺たちはやばいことになってしまう。とてつもないことになってしまうぞ。特製ベントも使っておくわ。じゃで、キープアレイズが全体だもんな。これかけとけば、まあ、でもさ、あれがあるんだよな。あれ使ってくんだよ。混乱使ってくんだよね。そこも問題なの。まあ、そうなったとしたらもう最初からもやり直しやな。あらゆること。じゃあ、マールはもうスピードカプセル使うかも。いや、使っちゃえば。マールは使おう。とりあえず。マールは使って、そうね。パワーカプセルとかも正直いらねえよな。誰に使うのかっていう。ロボ。ロボじゃねえか？ロボかクロノだべ。マジックカプセルは、まあ、マジックカプセルも使うかじゃん、周りに。意外とシャイニーはそんな食らなかったな。やめなさい。ギガガイアでこのイルグラモンな。なかなか強いな。さすが嘆きの山の王者である。いや、どんぐらい？おっ。よし、やってみるぞ。クライシスアームのイルコ。やべ、強え。強すぎる。めちゃくちゃ強えな。これ強いけどな。9だと強いな。しかし。さあ、まだ俺の考えはまとまっていませんよ。まだ私の考えはまとまっていません。とりあえず回るだろ。まず回る。で、まずこいつの実力がまだ上がってねえからな。
じゃあまず丸に使います。マックスお願いします。でマックスはいくつなの。ちょっと待って、みんな忘れた。15、20ぐらいか。20もないと思うんだよ多分。でこれはマールが相当やばくなったと思うから、マール覚醒入りました。で悩んだわ超悩んだわめちゃくちゃ悩んだ末に、ちょっとまあこの3人するわ。ローマールルッカでいきます。でスピードカプセルが、ちょスピードが、まあ、9、多分まあ16か15とかそんぐらいと思うんだよな。あ違うか、じゃあ16か16、17くらいか。じゃあマックスが、でまずルッカを7上げる。でこれ13だべ、13ロボ10 11 12 13、ローマックス上げよう。よし、でマジックが、マジックどうすっかな。マジックもマールに全部つぐんかも、行ってしまうかと思ったが、いやロボに全振りしよう俺の中でもうね、もうロボとマールはもう結構硬いんじゃないかと思ってるのよね。だからもう行ってしまおう、もう一気に潰そう、もうここでやるしかないもん。よし、やってしまうな。もういいんじゃない、ロボでいいだろこれマールとかルッカやっても意味ねえんだよな確か。やってしもうた。で、ちょ待て、バリアボールだべ。バリアボールはいらなくねえか、正直。多分いらないと思うんだよな。ハイポー。ラストエリクサー、エリクサー。もうはい、エーテルマン、エーテルアテリか。特性イベント、アテナの水欲しいな。あ、バンネアクもいるか。バンネアクどこに置く？ちょっとここに置くかじゃ。まあ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 。で、装備は、あむしろ、ロボあれにしよう。サラのままにしよう。で、勝手に魔王からぶん取ってきてる。守り系のやつあればいいよな。なんかある？あ、そっか、あれがあるじゃん。あれがあるわ。あ、これがあるじゃん。これ使おう。銀のイヤリング。それか緑のイベントだね。これ大丈夫か？これ使った方がいいのかな？どっちかだよね。まあまあ銀、あ、金のイヤリングなかったっけ？おめえかよ。お前、始まき装備してるもん。で、ここで、金のイヤリングを、どこ行った？で、これでマックスでしょ？ルッカもやべえな。ルッカもやばいな、こう見たら。マジか。防御がどのくらい？あなた。これは体力な。これ結構まずくないか。で、ルッカやられる可能性あるな。で、この二人やばいよね。あれが来たら。ドカドカドカ。でもこの二人生き残ると思うから、そこで一気に回復をや、測って、測りのみたいな感じ？そういう感じでやってみる？いや、それ慎重になるでしょ。慎重になりますよ。だって。ねえ。行くぜやってやるよ。よし、さあ来たぞ。まずここでしょ。よし、これで OK。お！あ、意外といけてる。意外といけてる。悪くはない。プロテクトかけよう。誰にかける？マールだな。よし。999。いや、むしろルッカに変えればいいんだったな。あー、こんな来たよ。こんな来てしまった。で、ロボを、これどこらくらいこれ。あ、意外とそこらくらない。これでさ、また来んじゃん、あれが。あれ来ない？あのわけなかんやつ。そっちか、それは来るか。やべえな。やばいですね、これは。これどのくらい使うするこれで。え、あ、でも結構悪くないな。うわ、やばいぞ、これは。危険すぎる。ちょ、待ってくれ。待ってくれよ。ちょっと、どうする。来てしもうた。これで、ちょっと一回。あれ、当てられない水、当てられない水。で、さらにそこからの、ラストエリクサ。よし。
よ、ここから攻めるぞ。ここから攻めよう。で、カオティックゾーンか。カオティックゾーン来んだよ、もう。もう来るなよ。よし、攻めよう、攻めよう。攻める。そしたら OK。よし、OK、OK、OK。でも、あれであの威力、半端ねえな。よし、一気に行くぞ。ここで一気に攻める。これ3回でもおしまいなんですよ。3900か。大丈夫か、これ。3回かな。やっぱルッカ遅いな。まだいけてる、まだいけてるぞ。使うか、ラストエリクサー。いや、ちょっとまだ残しといた方がいい気がするんだよね。まあ、ヒルベミにしよう。よし。いけてはいる。たばともう一回、たばともう一回。おそらくは、あと一回か二回だと思うんだよな。頼むぜ。どうも、もう一回やってくれてもいいんだ、それ。そうするか、じゃあ。誰に来る？誰に来る？オッケー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 よオッケーよ。いい感じよ。どうなる？ズゴゴゴゴゴ。よかったー、よかったいやこれはやばいってマジで。本当だわ。心臓を倒せねば。試しにちょっと見たいんだよな、どんな感じなのか。奥まで来ちゃったけど。大丈夫じゃねえだろ。いや、でもよかった。とりあえず、またジールから。これジール、ジールからのやり直しが、とりあえずそれだけは回避できたからな。星の夢の終わりに。チラ見だけするわ。チラ見っていうか、なんか、一瞬だけ行くわ。まあ、それで、まあ、とりあえず、それで今後の対策を練るという、そういう感じでいきましょう、今回は。それを踏まえて、今後のメンツと、一体どうやって攻略をするのかということ、ことをとじっくりと、決めていければいいかなと、思います。絶対こいつ人工生命体だろ。俺昔から思ってんだけど、絶対そうでしょ。で、これだろ？これよ。あ、でも意外といけてるな。あれ、魔法か、あれは。待ってくれ。待ってくれ。これ、やばくねえか。ああ、どうすればいいんだ、これ。どうやって勝てんの、こんな。ロボ必要か？キーパーレーズ欲しいよな。あれ、あんま使ったことないけどさ。なんか始まったな。世界狭すぎだろ。俺も言葉を失っているよ。一体どうすればいいのかっていう。アダプタがぶっ壊れていたという、そういうあれだった、そういうオチだった。
疲れたろ。あの女もようやく眠りにつくなってきた。人に戻れたんじゃ。嘘つけ。バケツに飛び込むじゃ。この星の生命たち。このホストラボスとの戦いなのじゃ。やればいいんでしょ。おお。ずいぶんイカつくなったな。イカつくなりすぎじゃないですか。どうすっかな。金のイヤリングでいっか。とりあえずはデサラの守りと腕試ししてみるか。このメンツでっていうことで、そのずっと考えてたんだけど、私はどうすればいいんだろう。終わった。終わった。めちゃくちゃ強すぎじゃないですか。だけですか。ちょっと待って待って、意外とどうにかなる。スペッコースペッコ、俺と修行しましょう。多分おそらくはあれラボス第二形態の一番最初のダイビング、あれ多分魔法っぽいよな。待って、あれが生き残ったじゃん。ドボが生き残った。ドボ以外が生き残ったから、それを考えたらもしかすると、もしかするとあら魔法なのか。そう考えたら俺はもしかしたらなんかロボ以外の人連れた方がいいんじゃないかな。私も思ったここまでやっちまったから、ここまでやってしまったからな。違う、これ勝てるんだね。頑張る。サラの守り必要だ。サラの守り必要だね。なんでかっていうとあれなんだよな。捨て出す以上怖いんだよ。いけてるな。勝てるぞ。なんか顔つかないですよ。で、急に顔つくの。はい、入れた。これしかないでしょ。もうそもそもあれだから、このタレで始めたのもこいつらだろ。回れるっかだ。黒のまま。まあ、よくわかんないけど。まあ、どれでちょっと始めたの。そういうのあれまで。確率はちょっと濃厚なってきます。いやこれ多分緑の弓使った方がいいと思ってる。それがあれだろ、あれだろ、なんかキーパーレイってこれキーパーレイ使った方がいいと思う。死んだじゃん。死んでしもうたじゃありませんか。勘弁してください。どんだけやってるの。どんだけこの弓やってるの。簡単的なね。これ強くね。なんだこれ。2回やれてやられて。そうだったね。超がっつりやれば勝てると思うんだよね。がっつり対策が出る。まあこんな感じが、まあ、ちょっとデモンストレーション的にはちょうどいいわ。結局俺スペッキョに一回も勝つことできなかったね。一回も勝つことはできなかった。じゃああれでしょ、魔法防御は70、87。あんまあ、意外と変わんねえよな。てか魔王が強いんだよ意外と。もなんなんだ一体よ。でまあやるか試してみよう。もしかしたらこっからが、もうこっからが本番になるかもしれない。こっからが本当の戦いになる、なり得る。もしかしたらね。ちょっちゃ。これだろ、カード帽子だろ。うん、無事のね。何度お前だけ道具装備してるんだ。道着ねえじゃねえか。まあいいさ、お前やつら全員道具を。お前のこと。腐れ込んだ。とりあえずこれだろ。これで一回死んでも大丈夫。で、まあ、これでこうなる。で、これでこうなる。そこあれよ、ね、とりあえずラストエリクサー、バリアボール、バリアボールも必要でしょ。ラストエリクサーも必要だ。ラストエリクサーいかに早く使うかっていうのも結構重要なんだ。マテラの溝も上に持ってくかじゃん。バンド薬、スーパーエデル、メイテル、まあ、ここらへんでしょ。ハイプよりむしろエリクサーじゃね。今こんな、こんな感じでいいんだよ。テンション低いなこいつ。最近の傾向としては俺やることやったもん。ボロベチの中尾先生バケツからやったことねえな。せやろ、いきます。あ、俺プロテクトボール買ってねえか。買ってねえとかもらってねえか。まあルッカでどうにかなるっしょ。ルッカ先生で俺どうしよう。もうまあもうこっからはもう完全に 俺にとっても未知の領域だからな。
私にとっては もうどうなるかさっぱりわからないからな。あれで構わないでしょ。もうカプセル使っちゃったからな。ちょっとなんでカプセル使っちゃったんだと思ったけど、でも逆にあそこ使わなかったら勝てなかった、勝てなかったんだよ。勝てなかったんですから、多分殺されたんじゃないかな。ラボス第一ゲーム、そう私は考えています。何回こいつが出てくるのみやけど、首がね、気が抜けない。はっ、行きましょう。ドンたちのため、そこでドンが出てくると思う。石川選手の、穴が開いてるよ。これ侵入するためなんだよ。ここに入るとなんかあのカエルが薄く見悪いとこだぜみたいな、魔王城より悪趣味だみたいな、そんな感じのこと言うんだよな。駐車場近いです。テテイハテナハテナ。まず緑の夢でしょ。緑の夢で勝手に回復する。でそこでヒールメイムだね。あ、間に合わねえのか。その前にあれ使ってくるのかもしかしてって考えたら、何他のものは試しに、まあ、とりあえずやってみましょう。とりあえずはやってみましょう。そっからでしょ、判断するのは。どんなポーズだこれは。なんか食ってるようなポーズだよな。絶対もう何回も言ってるけど、これ絶対に誰かしらあるでしょ。誰か作ったからこれ、絶対作ったっつうか、人工生命だでも。知らないから、これちょっといけそうな気がする。よし、いいぜ。お前おっしゃー、やばいよ。いや、カードのためにカードのためにす、全然強すぎる。なぜここに押さなきゃ。はい、これ頑張ろう、頑張りましょう。そう、これ落ちます。これがやばい。あ、まだまだ。
穴開けるでしょ。さっき音が鳴ってるのなんか落ち着き A5 とかなんかフォローがすげえ速かった。非常に速かった。一体何が起こってしまった。ここからなんここから分かる。上に出ちゃっていける可能性が出る。じゃあ ここからです。これ手を狙うんだよ。まあまあで次のあれが来る。で次のやつが来たらそれはやめて。マジかよ。やめてくれよ。うわこれは最後の場だ。そうね、これが立て直しだな。そらくは、まじこれを逆だ、逆だったから、逆だったから、これもしょうがないで。あ、やばい。いてこい。どうしよう、これ倒してくる。逆にこれ倒してくる。これでどのくらいかかったの。さあどうだ、死ぬんじゃねえか。やばいぞこれは。あ、意外と待ってる。意外と待ってる。よし、そっか、頑張れ。恐ろしすぎる。しかしこのメンツで意外といけてるってのはちょっとびっくりだ俺。よっしゃー、使った。あー、このターンが無駄なんですよ。ここだね。どうしよう。よくねえ。おい、空まで。これどう？なしてくれない。よし、ここだね。もう言えるだろ。はい。すごい技。なんでもいいよ。よし、行ってこい。これでここで決める。世界初めてのリアル。え、まだ知らないの。まだ知らないの。さあ、マジっす。さあ、マジっす。マジっす。知らないのこいつ。どんだけ死ぬてんってことなんだ。死ぬてん。何もいい。スラマン。結構じゃないの。大丈夫。もういけるだろ。結局でもいけるはず。頼む。まだいるの。まずいまずい。いいでしょう。マジか。まあ、ここからですよ。さて、どうなるかな、これは。ちょっと驚きですね。主人公不在である。魔王不在。カエル不在。なんということでしょう。こいつの狙いか。その星の生命体の優れた部分をよりすぐって集める。鹿とかカラスとかガチョウとか。すげえな。また別の星へ。こいつのために来てきたというの。本当だよ。しかも長すぎだろ。戦闘能力値は計測不可能。
お前その能力を持ってるか。人間によって作られた命。始まってしまったぞ、ついに。出てたんだ。うわ、やばいぞ、やばいのくる、やばいのくる、やばいのくる。ほら、やばいのくる。なくしないと。どうするか、なくしない。早く。やばい。死んだじゃねえか。全然悪い。やばいんじゃねえか、これは。マジっすか。なんだこれは。ちょっとまさかの事態が起きてな。完全に音量をミスってしまってな、私はな。もう一体私はもう、さっきのやつを全てなかったことにしようか、ちょっと今もうどうしようか、悩み中なのよね。なんだよ。こいつカットしようと思ったけど。こいつをカットしようと思ったけどいいよ。やりますよ、それだったら。よし、行くぞ。いけるね。いけるいける。兵士ですか、これ。1って。今何使った？ヒルビームか。ヒルビーム使えば OK だろ。使ってねえわ。完全失敗したろ、これは。なんということです。終わってるだろ、これは。逆にさっきよくあそこまで来たな。そうね、また別の教え。虫が良すぎる。セミみたいなやつのこと。全然セミと違えわ。ラボスネスネすぎなかったというわけだ。この星の生命すべてな。まあこうかっこいいよね、やっぱ。あれ、魔王が決めてもいいんじゃないか、そこは。なんか一個に全て終わらせてやるみたいな、なんかそんな感じのこと言った気がするよな。でも左やんなくていいだろ、もう。むしろ何来るか分かんないから、まずラストエリクサー、縦のあれで行こうじゃ。オッケーオッケーオッケー。ラストエリクサーで次バリアボール。はい、バリアボール。むしろバリアボール先に使ってからの方が良かったかもな。まあいった、まだあるから。でロボだけ使ってやるのか。さあ、まあこうなってしまうからね。結構こうなってしまうから、まあ後でも使ってもよかったかもしれんな。でこうするとランダムステラーズがまずいのよね。これ場合によっては何かしらしないと。それと、でどうする。じゃあパンネック行くか。じゃあ、ほからの、まあいい感じでしょ。でマシンガンパンチを生きの、てか結構強いからね、やっぱ強いわ。あれ強いな、なんか左右も結構地味に強い。さあ一気に行きます。まあ2分の1にされても、まあ、あの背景によって変わるんだよね、敵の攻撃が。で原子自体がやばい、あれがやばい。原子じゃないやつだった。でこれはあれでしょ、あの魔王じゃないやつだね。魔王じゃないやつだったら OK だね。でこっち行く、転換で、まあフレア行こう。で、ここはまあ、ヒルビームやっとくか、じゃ、まあ、それが無難だべ。で、真ん中が1万ぐらいあるんだよ、体力が。確か。で、うまいことロボの一桁台が、体力の一桁台が 9にいってくれれば、まあ、7以上でもいいか。それだったら、まあ、マシンガンパンチ一気に使ってもいいかもな。もう、先手一緒だろ、これ。もう、それ以外ないでしょ。それ以外ないわ、我々は。これあれじゃないの、魔法のやつ使ってくんじゃないのか。さあ来たぞ。これも結構暗いよね。でもまあバリアボール今つけてるから、どのぐらいで、これでちょっと5、いえ強すぎワロだ。強すぎワロジンだ。ひっくり返ってるし。あれ、ロボバリアボールつけてたよな。めっちゃ食らってねえかな、異常なほどに。今どんぐらいいった？
あれ広場ね。ランダムステラスか。あ、これあれか。あれだ。リーネ広場の時にランダムステラスになるってことだ。また眠りかよ。てか、むしろやってもよくないか、これ。このまま行こうも。縦の血明るいんだったら、これ行ってもいいだろ。結構いたら5000ぐらいいたでしょ。確か。これ魔王で。復活の来たか、早いな。起こしてくれ、ちょっと。起こしていただければ。あの、ストップかかってんのか、ロボ。じゃあ、ちょっと回復するか。で、ここで、ヒールベイビーだな。で、誰かしらがあの、ルッカに攻撃してくれれば。まあ、それどうにかなるで。ラボスコアのなんか、あれが結構地味にきついんだよね。誰に来る？魔王に来んね。魔王に来んの、それも。それを魔王に起こすのはちょっとまずいだろう。うわ、これ来たか。ほほほ。でもいけんじゃね？真ん中いける。1000回復すんの、お前は。それは地味にヤバすぎる。まあ、ちょうど今魔王の MP も少なくなったろ、多分。知らねえけど。まあ、これでまあ右にもダメージいけば、まあ。いけばまあどうにかなんで。これでじわじわ与えていければ。もうだいぶいったと思うんだけどな。でしかもさっきあいつ復活させたばっかりだから。まだ。まあ、これ食らったとしても、やられるのはロボだけでしょ。ロボだけだから、もうその隙にもう一気に終わらせよう。真ん中終わらせる。いけるいけるいける。これだよな。これが強いんだよ。まあいい。で、ダークマター。使っとくか。多分これでいけるはず。で、そっからの。おーし、オッケー。あ、これやばいんじゃない？これやばいんじゃない？うわ、マジか！強すぎる。強すぎる。マジかよ。頼むぜ。早くね？マジで？早すぎじゃないですか。これ絶望的だろ、これ。これ絶望極まりねえぞ。ラストエレクター2つか。いや、まだあれだもんな。どうせ。あー、クソ、じゃあこれ使うか、じゃあ。じゃあもう成功でいこう、じゃあ。これは。あー、しかもそこ、よりにもよって。めっちゃ狙ってくんな。1979でも半端ないだな。怒りすぎだろ。怒りポンチだよ、もう。しかも右にもダメージ与えることができない。なかなかの、あれになってんな。あ、とかやべえな。もうバリアボールも蹴れてんじゃん。ちょ、バリアボール、いや、蹴れたとしても、あの、魔法のやつは耐えられるか。じゃあ、残りあれだな。よし。怒れておる。怒れておるよ。まあいける。頑張ろう。ボールの回復、あれ解除したもん。あ、解除したのか、あいつ。ふざけてんだ。おい、やめろ、お前。お前、それやめろ、お前。1500。まず左どにかする。よし。マシンガンパンチ。オッケー。どうせ食らってんのか、これ。真ん中。まあいいダメージだな。で、復活させる。まあ、これで、9になってくれれば。お、いいんじゃねえか？ありなんじゃないの？じゃあ、マシンガンパンチ行こう。よし。あそこら辺任せた。お前、そのタイミングでやんねん、お前。あ、ランダムセラス来た。うわ、でもこれ、魔王死んだんじゃねえか、これ。まずいな。全然食らってねえぞ。あそこ、あれになったのか。くっそ。最悪な。最悪のパターンに入ってる。これはやばすぎだろ。いや、これ、これ絶望的すぎだろ、これは。なんということ。なんということだ。早すぎじゃないですか。
早すぎじゃないですか。どこだから、これでも暗いすぎだな。長い長いぞこの戦い、長すぎる。地道にやるしかないな、これは。この地道な努力の積み重ねってやつですよ。だって今どっちだったんよ、見てなかったよ。ミスターゼロだったか。ダメージ食らったのか今。終わった終わったぞ我々は。プロデュースかけようじゃ、これにかける終わっただろ完全に。お、じゃあせめて一心無ベルトするかじゃ。3-0ってめっちゃ強いじゃんけ。もうバカげてるだろあの強さが。まあこれどのぐらい耐えれるかって話ですよ。これでもう1000いくのか。もうこれ来たらおしまいじゃねえけ。まあとりあえず分かったのは、もう物理関係ねえな。もう物理関係ねえわ。とりあえずバリアボールだわ。どうせくたばるからな。うわぁ。まさかこいつにこんな苦戦すると思わなかったわ。強すぎる。強すぎる。
すげえな。割と鮮やかにいったんじゃないですか。へえ。どうなんだ、ここから先。まったく。今度こそ貴様を倒し、我が長き戦いに決着をつけてやる。なんだこの主人公、急になんか主人公っぽくなりやがって。さてどうしますか。まず左だろ。強すぎるからな。もうちょうどいい感じじゃないか。まず真央だろ。ダークマターちょっとやっとくか、削っとくか、若干。バリアボールだ。じゃあ次はバリアボールを使おう。あいつ回復するからな。クールネア、よそらといい。よくねぎ。この状態ではまずいか。この状態であのランダムステラスは結構まずいかもしれんな。よしいいぞ。これはまずいな。タイミングが悪すぎる。さあどうなる。ここで回るってのはまずいよ。しかし逆にこれチャンスなんだ。いやーでも微妙だな。これちょっと回路どうにかしたいな。これを勘弁してくれ。あでもこれあれだね。あれだ、半分のやつが来る。半分のやつが来るから、よし、オッケーオッケー。で回路の回路としても使わせてもらう。ここで多分そこそこ結構ダメージいくでしょ、おそらくは。これ100ぐらいなんだ。それまでに何も来なければ、
まずいか、ちょっとじゃあ周りだけ使っとくわ、念のために。よしいぞ、でこれ一気に削る。まだ OK。いけるべ。これあれが来る、あれが来るな。あーどうする、一回じゃあエリクサ使っとくか。おーしいい感じじゃねえか。よしいいぞ、でこれであれが来る。やばい魔法が。で二人ともバレーボール使ってるからまあ問題ないでしょ。でそこでアレイ使って、よし来た。でここでアレイ使うべ。でそこで多分変え、どうする、まあ、場合によっては変えようと使ってもいいかもしれない。まずいか、逆に。いける、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 いける。でもあれ2000ぐらいだったかな。体力100ぐらいであるし、だって。100ぐらいで2000ぐらいだったから、まあ、これで、まあ、1700ぐらいいけばいい方が。まさかこんなことになるだな。このメンツになると思わなって。そうはいませんか。お世話になる、まあ悪くないだろ。軸転換、来るなよ。よし、これでいい。ふっ、早すぎる、マジで。で、カエルだろ。ラストリクサ使うわ、じゃ。しまった、ミスった。カエルじゃねえ、マールだった。ふっ。まずいか。ここで一気に決めてくれれば。あ、オッケー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 よ。悪くないよ。順番もあれだよな、ほんと帰ろうとしてるラストエリクサ、がいるけど、ほんと今ラストエリクサ使いたいな、もちろん。でもここで帰ろうとして使えば、なかなかいい感じになるはず。で、しかも割となかなか真ん中でもいいダメージ与えている。だ、これだ。お、これ来たか。これ来てしまったから、でこうで、こうで。じゃあ、こう、どうする、なんかもういけそう、真ん中いけそうな気がするんだけどな。で、まあ、とりあえずこれで、これでいこう。よし、いいぞ。まあいいだろ。生きろよ、俺たちはそれでも生きていく、それでも生きていく。さらにこいつはしばらく使ってこないと。いや、ミスったな、むしろ俺は。よし、じゃあここで、どっちやった今、防御しなかったか今。クソ、ざけやがって、早くしろ。よし、いいぞ。これでどうするかって話だよな。まあ、とりあえずこっちしかないから、兵士と使うか。あ、そうしよう、兵士と使おう。今がチャンス、今がチャンス。さあ、ここで一気に攻めに転じるぞ。やっと来れたか。魔王はどうなってる、さっき死んだもんな。じゃあこれでいくぜ。どうやら決める時が来たんじゃないのか。覚悟はできたか。お前に一気に終わらせてやるぜ。で、だんだんだ、よし、カエルだ。で、カエルでここジャンプ切るぜ。もう発露しをしてんね、発露しをしてますね。だから別に構わん、俺一気に攻める。いや、よくないけどな、よくないけどね。悪くないんじゃないの。もう来たか、もう来てしまったか。殴るか、じゃあ普通に殴っていこう。おっ、おで、ジャンプ切り、攻めれば、とりあえず殴ればいければ2000くらいだな、体力。殴っていきましょう。誰に来る、魔王だったら OK。で、これで倒せるか。これ倒せるんだったら、ダークマタ。危ねえな。あ、でもこれ逆に良くね、逆にいい感じじゃない。いや、良くなかった。強すぎる。おお、いつの間に。ならばこうするしかない。ならばこうしよう。攻めるか、じゃあ。今どっちやった、今。守るやった、ヘイスだな。じゃあこれ一気に攻めるか、じゃあ。いけそうじゃね、くっそ、どっちかよ。何来る、あー、これか。また微妙なやってきやがったな。ランダムスラさん、マジで困るわ。トトロくたばってくれ、トトロくたばってくれ。でも逆にこれ、あれだったら万能役待機しとけばよかったわ。おいしいぞ。これで一発かませるんだったらかます。無理だった。これ何が来るかって話だ。
まあいいや、どうせもう無理だろ。よし。てか、こんなんかあれしかないよな。あ、じゃあ、OK、OK、OK。おー、いい感じね。それはいい、それはいいよ。それはいいよ。かなりでかいよ。めっちゃくね。いい感じだわ。来てるぞ、これ。来てるぞ、これ。超えるぜ、運命。いたきでダメでしょ。超えてやるよ。この水側に課せられた運命ってやつはな、今すべて超えてやるぜ。いいぞ、究極の戦いも始まろうとしている。しかも敵は仲間のダメージがいっている。これはいけるぞ。一気に攻める。頼むぜ。帰る。うりゃどりゃ。あ、これはまずい。これはあれが来る。仕方がない。ここはエレクトロ、じゃあ窓を回復する。いや多分このこれでもいけるぞ。だって5000、5000だべ。5000、5000。よし、いった。よし、いける。ついに来たようだな。ついに来たな、俺たちの勝利ってやつが。早えよ。でももういけんじゃねえかこれ。しかも帰ろうとして使えばいける。連発でいくぞ。ここからもう一気にぶっ放していく。ぶっ放していく。やばい、今のミスった。よし、いいぞ。ナイス。で、ここでちょっとスーパーイタル使う。そう、まだカエルのあれはエリクサー使うわけにいかない。いいぞ。まだか。しぶてえな、おめえ。よかったな、魔王。完全にこれバンクラスだな。うわ、きゃ、やばい。早く取り出すのこいつ。早く、やばいぞ。これは消してまたおしまいだもん。早くぶちませ、ぶっ殺せ、ぶっ殺せ。いっと。すげえ。俺は今とてつもなく感動してるぞ。俺はすげえ。いっと。魔人機、魔王、どっか未来、リネイロバ、原始、魔人機、目がチカチカ、すげえ。まさかのメンバーすぎるわ。よくやったな、お前たち。